モテ期。それは誰もが人生で3度は訪れると言われている。意図せずに異性からモテまくってしまう時期のこと。皆さんのもとにも訪れたことがあるでしょうか。私は人生で2度のモテ期を経験しています。1度目はママに好きになってもらった時のこと。そして2度目は今です。さて、今日も大好きなゆきみちゃんと遊んでいる我が家の姫様。しかし先日の動画でもお伝えした通り、若干姫様の触り方がバイオレンスになってきています。まだ赤ちゃんなので、その辺は少しずつ教えていくとして、それでもゆきみちゃん逃げずに一緒にいてくれます。しかし尻尾の振り方を見ると、心中穏やかではない模様。猫は犬とは逆で、不機嫌な時ほど尻尾を振ります。大好きな日向ぼっこ中にも姫様登場。相変わらず遠慮のないスキンシップです。悪気はないのでしょうが、少しずつ指導していく必要がありそうです。これにはゆきみちゃん、たまらず猫キック。猫がこのような行動をとるのは、遊んでほしくて誘っている時もありますが、イライラしている時が多いのだとか。エビのぬいぐるみに猫キックする猫を見たことがある人も多いと思います。今度は私の近くで遊び始めました。このままだと良くない気がするので、私が仲裁に入ろうと思います。Thank you.
ゆきゆき。ゆき、ゆき、ゆき、おいで、おいで、こっちこっち、こっちね、ゆき、こっちこっちこっち。ということで、思いもよらぬ形でその幕を閉じた私のモテ期。女子にモテすぎて困るというとても幸せな時間を過ごすことができましたが、原因が2人の不仲では心の底から喜ぶことはできません。姫様には猫たちを優しく触れるよう引き続き根気強く教えていきたいと思います。そして、ゆきみちゃんと姫様、
人が本当に仲良くなれた暁には、今度は喧嘩などではなく、仲良く2人で私の元に来てくれ、人生最後のモテ期が到来することを今から楽しみに待っています。では本日は以上となります。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。